もともとプロのスポーツカメラマンで、ずっと写真を撮ってました。日本のプロ野球、メジャーリーグ、F1 とかずっと撮ってたんですけども、まあ、それと並行して、まあ、趣味で海の写真も撮ってました。海の写真は、まあ、世界中どこ行ってもそんなに変わらないのと、せっかく日本にいるのに四季が全然映らない、春夏秋冬が全然映らない、その辺が物足りなくて、いたんですが、まあ、ある時渓流釣りをやっていて、釣りが下手なもんですから、本当に魚がいるのかどうか、それを確認するために、水の中に頭を突っ込んで見てみました。魚がいないところで釣りをしても釣れないのでね。で、まあ、それがきっかけで、魚の方にどんどんのめり込んで撮影するようになって、ついには水中の、カメラマンになってしまいました。はい、まあ、一番自分で、心がけているのは、水中の中で魚の目線で水中を覗く、他の魚を見る、それが一つですね。それともう一つが水中の光ですね。水中はストロボを焚いてしまうと自然な感じの、光にならないので、ストロボを焚くときは水の上から、太陽と同じような角度で、ストロボを当てるように心がけています。まあ、魚はですね、追いかけると逃げてしまう、それと上からアプローチすると逃げてしまうんですけど、水中でじっとしてると向こうから興味を示して見に来てくれたり、まあ、そういう時になったら写真を撮ると、そこまで待って撮ってあげると、そんなことを心がけてますね。皆さん釣りに来てて、釣り人なんですけども、対象は釣り人なんですけども、まあ、釣りに、一日夢中になっている人たちがカメラを持って、コンパクトカメラで水中を撮って、その水中で撮ると魚の自然なものが撮れるんですね。今までは水辺に置いて魚が泳いでる写真を撮ってたんですけど、それが自然に泳いでる写真を水中で撮るようになって、皆さん夢中になって釣りをするのも忘れて、もうカメラにのめり込んでますね、皆さん。はい、まあ、今までですね、その写真を撮るといっても獲物を撮るような、並べてロッドと並べて撮ったり、そういう感じの人みんなそうだったんですけど、水中で撮ることによって魚のその生きた表情、そんなのが撮られるようになって、皆さんそうですね、魚を以前よりも、好きになっているというか、魚にもっと興味を持って、模様とか、鱗とか、もうヒレとか、そういうものを一つ一つに興味を持って、観察するようになってますね。最近取り組んでるのはですね、魚を白バックで撮って、魚の表情、特に正面から見た魚の可愛い顔とか、そういう作品を作ってます。はい、そうですね、魚そのものがですね、図鑑のような写真が多く出回ってて、ずっとそうだったんですけど、もっともっと魚は綺麗で可愛くて、そういうものをですね、子どもとか女性にもっと分かってもらいたい、もっと、釣りなんかにも参加してもらえるように、そういう窓口になるような写真をもっともっと、撮って発表していきたいと思ってます。